デレラ。こんにちは。君の名前は何？僕の名前はダニエル。これからシンデレラのお話を聞くよ。さあ、聞こう。昔々、あるところにお父さんとお母さんのいないとても美しい少女がおりました。けれども、少女には大層意地悪な新しいお母さんと二人の醜いお姉さんがおりました。そして少女は家の辛いお仕事をさせられていました。少女の服はいつも灰にまみれていたので、少女はシンデレラと呼ばれていました。ある時、国中の少女を呼んで、お城で舞踏会が開かれることになりました。王様がお妃を探すためのパーティーなのです。すると、意地悪なお母さんは言いました。シンデレラ、お前は連れて行かないよ。床をきれいに磨いて、夕食の準備をしておくんだよ。いいわね。ついに舞踏会の日はやってきました。シンデレラはお姉さんたちが着飾り、お城に出かけていくのを悲しそうに見送りました。キッチンで一人ぼっちになると、シンデレラは泣き出してしまいました。どうしてこんなに惨めなの？どうして私ばっかりこんな目に遭うのかしら？そこに突然、妖精が現れ、シンデレラに言いました。泣くのはおよし、シンデレラ。私が助けてあげますよ。あなたも舞踏会に行くのよ、シンデレラ。ただし、お城の時計が12時のベルを鳴らすまでには、帰ってくるのですよ。約束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 ですよ。すると、妖精は魔法の杖で、シンデレラのみすぼらしい服とボロボロの靴を素敵なドレスとガラスの靴に変えてしまいました。玄関の扉を開けたシンデレラは驚きました。4匹の白馬と豪華に飾られた馬車がシンデレラを待っていたのですから。お城にシンデレラが現れると、みんながシンデレラに見惚れました。サロンに入ると、王様はすっかりシンデレラに夢中になり、一晩中シンデレラと踊りました。新しいお母さんは、美しい少女がシンデレラであることに気がつきませんでした。シンデレラはとても幸せでしたが、やがてお城の時計が12時のベルを鳴らしているのが聞こえました。まあ大変、もう帰らなくちゃ。シンデレラは大急ぎでサロンを飛び出しました。階段を駆け下りる途中でガラスの靴が脱げてしまいましたが、王様がガラスの靴を大事そうに拾いました。次の日から王様はあの美しい少女を見つけるよう家来たちに命令しました。王様はガラスの靴の持ち主と結婚するつもりなのです。早速家来たちは国中を探し回りました。たくさんの少女たちがガラスの靴を履いてみましたが、ぴったり合う少女は見つかりません。ガラスの靴の少女が見つからず、王様は大層落ち込んでいました。そんなある日、シンデレラの家にも家来たちがやってきました。まずお姉さんたちが履いてみましたが、やはり入りませんでした。ついにシンデレラの番です。シンデレラはガラスの靴に足を入れると、シンデレラの足にぴったり合いました。
それからシンデレラは王様と結婚し、いつまでも幸せに暮らしました。